おはようございます、しょぼうです。今回はユニボール1 F を買いましたということで、もうユニボール1シリーズは最初の頃からずっと単体レビューをしているので、今回も買いましたレビューしたいと思います。結構決定的だなと思っている部分がありまして、今後ユニボール1だけっていう選択もあるなと思っているので、まず商品レビューをいたしまして、なぜそう思っているのかというところのお話をしてから、ベーシックなタイプ、ベーシックタイプって勝手にここに書いてますけど、ベーシックな元々のデザインとこの F のデザインについて語りたいなと思っております。今回購入しましたのはユニボール1 F、 霜柱と日向夏、日向夏です。カラーバリエーションは7色、消し摘み、無垢、花霞、日向夏、霜柱、橋月、茜空の7色なんですけども、ユニボール1 F の F はフィールということで、感覚的な感じの F なんですけど、カラーはフェイデッドカラーということで、なんで F 重ねたん、まあダブルミーン、よくわかりませんけれども、そういう7色で、そのうちから霜柱と日向夏を買ってきました。売り場で一番人気があったのは、池袋ロフト調べなんですけど、一番人気があったのは花がすみでした。その次に霜柱なんですかね。店頭に並んでいた数なので入荷数にね違いがあるとわからないんですけど、消し摘みとか無垢とかのモノトーン系の色はもしかしたらちょっと多めに入荷してたりとかして追加されてた可能性もあるはあるかなと思ってます。ユニボール1のデザイン的特徴は、もともとの、今回はベーシックなというふうに言いたいと思うんですけど、ベーシックなユニボール1に比べて先がシャープになったのと金属パーツになったことですね。こちらのもともとのデザインに比べて、こちら側から細くなっていく。ここまであんまり細くなくて、ここからキュッと細くなっていくっていう、以前のデザインに比べてシャープな感じになっています。それからこの金属がここだけじゃなくて、この中側にもあるらしく、それがスタビライザー機構というらしいのですけども、全体のバランスが先端側低重心になっているそうです。書いていってみましょう。こんな感じ。相変わらずくっきりした、相変わらずって言い方ないですね。ユニボール1の特徴であるインクはもちろんそのままなので、はっきりした黒が印象的です。と、まあ書いてもね、いつものユニボール1ですみたいな、もうだいぶレビューもされていますから、特に今回インクが何か変わったわけではないので、いつも通りです。低重心になって、あまり力を入れなくてもスラスラ描けるようになっています。今まで力入れて描いてたかっていうとそうでもないんですけど、より力を抜いても大丈夫、力抜きすぎちゃいましたけどね、大丈夫になってます。描きやすいですね、やっぱり。このこちらのベーシックなものと比べて明らかに重いです。もう売り場で持った瞬間に、あ、これ重いなって思ったんですよ。重いっていうほど重いかっていうとそうでもないんですけど、その以前のベーシックなものがとても軽いので重いなっていう
感覚があります。それでですね、なぜこれが決定版なのかというとですよ、私の中でね、なぜこれが私の中で決定版になりそうだなって思ったかというと、色なんですよね。フェーデッドカラーだからというわけではなくて、色がついているのとシャープな印象になって、とてもおじさんが使っても使いやすいデザインになったからです。特にこの金属のところが個人的にはとっても気に入っていて、顔料インクはもう前に使っていた時からだいぶ気に入っていますので、この落ち着いた色、それからシャープな感じがとても好ましく、1年以上水性とかゲルインクどれがいいっていう旅をしていたんですが、そろそろ決着なのかなと思っています。続いて F のデザインとベーシックな方のデザインのお話を私なりにしたいと思うんですけども、先ほど言いましたように F の方がシャープなデザインになっていて、私はどちらを使うといえばちょっとシャープな方を使いたいかなという気はしているんですね。それでノーマルの方、こちらね、少し丸い丸っこい感じとシャープな感じ、これ先ほどから言ってますけども、では F の方がデザインとしていいのか、いいのかってもう、まあ、主観じゃないですか。私はこっちの方が自分で持ってて使いやすいっていうか、使いたくなるなというふうに思っているんですが、ではこちらベーシックな方がもったりしたデザインなのかというと、そうではなくて、これはちょっと見づらいので手の上に乗せますけど、これは可愛い感じ、ポップな感じがあるんですよね。やっぱりポップな感じがあるので可愛らしいデザインで、とっても好ましいんです。それはそれで、なのでこちらのデザインが良くなりましたねってことでもないんですよね。単純にそういう話ではなくて、ユニボール1今までのラインナップとか、そのまとめセットみたいな売り方で、例えば最初に出た限定色でなんとかスタディとかなってましたし、その他にも細かい3本セット勉強用みたいなのが出ているんですけど、ターゲットがね若いんですよ。なので少し愛嬌のあるデザインを選択されていると私は思うんですね。それに対して F は少し年齢層を上げてきたデザインなんですよ。だから私はこっちの方がいいかなと感じるわけで、なのでそういったターゲット層の違いとかでデザインが変わってきているので、一概に今回のデザインが良くなりましたという話では決してないんですね。逆にですよ、せっかくターゲットを変えてきたのに、ここのクリップの部分同じにしてるっていうのが難しいところなんですよね。このクリップのデザインが非常に受けていて、新しい感じ、可愛い感じが出ているので、これは残したいっていうのもわかるんですけど、このクリップの感じを残しつつ、ここの根元とかのデザインはもうちょっとシャープな感じに変えてほしかったかなという気がしなくもないです。うん、このワイヤークリップは変えずに、付け根の部分は変えてほしかったかなと思わなくもないです。うん、やるならもうちょっとやってほしかったっていう気もしますし、でもやっちゃうとそれユニボール1じゃなくなっちゃうかなっていう気もするし、とちょっと難しいところではあるんですけども、今回はこのデザインの違いっていうのは、書きやすさとかももちろん、その T
定住地にして書きやすくしたのもそうですけど、少し年齢層を上げたデザインに変えてきているという変化が一番大きいところだと思うんですけど、デザインに違いがあるけれども、デザインを良くしたというよりは狙いを変えたという感じですよね。マーケティングのことはよく分かりませんが、売上を伸ばしていくのに同じ層に向けていくつもデザインを出すよりも、幅を広げていろんな層にアプローチしていくという意味で新しい F というデザインが生まれたんですよねっていう、私プロダクトデザインは全然素人なのでよく分かりませんけども、きっとそんな感じなんだろうなと思いながら、この F を見て、私なんかもういいおじさんなので少しこう自分の範囲にユニボール1が近づいてきてくれたかなみたいな感じで、デザイン的にももともとの顔料インク的にも、ここが今のところの私に対する決定打になったなぁと思って、この F を購入しました。霜柱を基本的に使って、日向夏を選んだのはですね、以前黄色の文房具を集めましたっていうのをやっているのもあるし、自分で無意識では選ばない色を選んでみました。これかね、茜空かで迷ったんですけどね、はい、そんな感じでユニボール 1F 買いましたレビューです。もう書き味とか、まあ、ユニボール1ですから低重心で書きやすくなりましたというところだけでいいと思います。といったところで、ユニボール 1F のお話、このくらいにしておきたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、ショボでした。ではまた。